片田厚彦さんが、その松本人志さんがお笑いでいろいろな番組のその賞レース M1 とかの審査員をやっていて、松本人志さんという人があまりに存在としてでかいので、なんでその人の影響を受けすぎてしまうと。なのでその審査員を何個か降りた方がいいんじゃないですかというのを言ったらしい。すいません。まだ僕あの時間がなくて動画自体見たいんですけど、まあそういう話らしいんですよ。僕それが反対している理由というのは、 松本人志さんが審査員をやってる結果、多くの人が見て、で、そこで、じゃあ M1 でこういう人がいるんだっていうので、結果として若手が売れるという構造になってるんですよ。で、松本人志さんが審査員やってない R1 とかって、優勝しても全く売れないじゃないですか。何にもならないじゃないですか。松本人志さんがやってない賞ーレースもいっぱいあるんですよ。 でそういうい視聴率が低いショーレースに出て何か賞を持ったとしても結局あの売れないんですよ。なのでその多くの人が見るようなショーレースというのが必要で,で多くの人が見るショーレースというのはまあ誰が審査員かっていうので人は見るんですよ。だって要は誰だか分かんない新人が出ますよってなったら面白いかどうか分かんないじゃないですか。 なので、その審査員が松本人志だったら、島田紳介だったら、きっと面白い人がいるだろうねっていう信用のもとに自分の時間を使ってテレビ番組を見るんですよ。なので、その結果、ちゃんと大勢が応募して、その中で大勢が応募してるから、それは確かにそれなりに面白い人がいるよねってなるので、M1 の決勝戦って大体どれ見ても面白いんですよ。で、あの、人が面白いとは何かっていうと、 一定のラインを超えた人は大体みんな面白いんです。例えばじゃあ、西木鯉さん、面白いか面白くないかっていうと、面白いんですよ。でも、西木鯉さんは、M1 で優勝したから面白くなったわけではありません。昔からあの人たちは、ああいう人たちでした。でも、西木鯉さんを世間の人は知らないんですよ。あ知らなかったんですよ。M1 取るまでね。で、M1 を取った結果、あ、こんな面白いおじさんたちがいるんだってなって、 で錦鯉さんがバラエティーに出てでそのしょうもないことやるじゃないですか。でめちゃくちゃ面白いっていうので大爆笑することはないんですけどただあのハゲが面白いことやってるわっていうのでほっこりする。であのほっこりさせることはできる人は他にもいっぱいいるんですよ。でも他にいっぱいいる人がスポットライトを浴びない結果錦鯉さんは仮に m 1撮ってなかったら。 引退ししててたかもしれないいでですよ今ああだけ稼いでて人気がるね要は、その、実力があって、本当に表に出たら人気があるかもっていう人、世の中にいっぱいいるんだけど、でもそうならないで、引退したり、仕事を辞めちゃう人っていうのは、いっぱいいるんですよ。その芸人の世界とか、タレントの世界とか、役者の世界とか、音楽家の世界とか。はその クリエイティブとかアーティストとかその芸能の世界っていうのは実力があったら必ずうまくいくというわけではなくて実力があったとしてもうまくいかない人たちっていうのはいっぱいいるんですよ。実力があるけどうまくいかない人をできるだけ表に上げるための場所っていうのでコンテストっていうのがあるとその新人なんだけど出てあ、この人たちいいじゃん面白いじゃんってなるっていう場をどれくらい作れるかっていうのはその産業が維持できるっていうのによるんですよ。 芸人に関していくと、その松本人志さんが、じゃあ M1 みたいな審査員やってますとか、もともと島田晋介さんが作ったんですけど、滑らない話とかね、滑らない話って、僕が知らないだけかもしれないですけど、結構知らない芸人が、たまにポッとアサインされることあるんですよ。で、話が面白いと、あ、こいつすげえな、面白いなってなるんですよ。で、それは、松本人志の滑らない話だから見るんですよ。 で別にあそこに松本人志がいなかったとしても多分おも同じ面白さを担保できるんですよ。なのであの滑らない話の司会が確かジュニアさんだった回もあると思うんですけどあのフォーマットで出てあのみんな同じ話をするから十分面白いんですよ。なので松本人志じゃなくてもできるよねは正しい。 ただ、松本人志の滑らない話ということで、みんなが認識したから、滑らない話という番組を見続けるんですよ。なので、松本人志という看板のおかげで、人が見るようになる、なので、審査員をその松本人志が降りるべきであるっていうので、松本人志さんの出る賞ーレースが減れば、それだけ人は賞ーレースを見なくなってしまって、新人が生まれる機会が減ってしまうんですよ。産業として、その新人さんを育てる構造っていうのは。 結構大事なんですよっていうので。 でそれを漫画でやってるのは「週刊少年ジャンプ」だしお笑い芸人の世界でやってるのがその島田紳介さんとか松本人志さんっていうのはそのお笑い産業を育てるっていうのをちゃんと意識してやってるんじゃないかなと思ってるのでなのでその,そのやり方自体があまり自分がそのなんか好まないというのであればそれは僕は他の場所を作るっていうのをやればいいだけであってその松本人志さんが場所を作るというのを止める必要はないんじゃないかなというふうに思ってるというあのやたら話が長くなりました。す はい、松本人志さんってすげえ優秀なのにボケができるんですよ。であの頭ののいいいお笑い芸人の人って大体ツッコミなんですよね奇抜なアイデアで面白いことを言うっていうのって本当に発想の問題なんでできない人はできないんですよ。 あのそれなりに頭のいい人ってツッコミはできるんですよ。いやツッコミの仕方だったり何々かいみたいな流行ってる言葉で返すとか相手の言った言葉を大巡りするとかテクニックでツッコミはできて面白い空気はできるんですけど誰も思いついてなかったような面白いボケってあの天然の人とか頭おかしい人しかやれないんですけど松本人志さんって頭がよくてツッコミもできるのにあの変なボケ出すんですよ。あこんんななボケあるんだみたいな あのえっ、ー、とね昔その24時間ダウンタウンが秋の使いかなんかでなんかずっとやり続けるみたいなやつでであの深夜にその会場でなんか踊りを始めるんですよ。でその時に踊りを始めた中でこういうダンスをやった時にあこいつすげえなーって思ったんですよね。要はそのダンスで笑いいいが取る振り付けって普通思いつかないんですよでそれをやってあ面白いなってなったんですよね。 だからあれがそのまあなんとなくこれ面白いでしょっていうのでまっちゃんやったと思うんですけど普通あれ思いつかないですよ論理で考えると。っていうセンスがありながらちゃんと頭がいいっていうのがあるのでなのでその要はあのえっ、ー、と明石家さんまさんとかその、えー、と島田信介さんとかって基本ツッコミなんで特殊な発想で面白いことを言ってあんま聞いたことないと思うんですよ。 松本さんそれやるのでなのでちょっとあのその常人の考える範囲内で追いつこうとするのは無理なんじゃないかなと思いましたお茶パメンお茶パメンはねあれはでも思いつく人もいると思う、はい、ダウンタウン松本さんの真似ができてる人がいないんですよねいやそのボケとツッコミが両方できて実は場も回せてっていうあの存在感をなかなかその まあ北野武明石家さんはタモリさんレベルだと思うのでなので年代的にはそこだけがかかななななり突飛なんじゃないいと思いますで逆に新助さんって回しがすごいうまかっただけでその何かを残せてはいなかったりするんですよね要はそのダウンタウン的笑いっていうのがあの存在した時代があるんですけど新助的笑いっていうのを残しはしなかったんですよね。 元スマップの中井くんとかも司会すごいと思うんですけど、シ助さんもあの司会のすごい上手い人っていう形で、その、笑いの時代を作った人ではないんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、これあくまで僕の主観です。はい。なので、あの、全然違うって言われたらそうなんだろうなと思います。はい。